村発見、なんかないかな。え、この家ダイヤあった、ラッキー。他にもなんかないかな。この家には手洗い場があるぞ、珍しい。感染対策バッチリだね。僕も手洗おう。あ、やばい、ダイヤ落としちゃった。隠し扉だったの。レッツちょいてく。まずは土台を横に6マス置こう。壁にしたいブロックを使ってね。ここに階段を3個並べておく。さらにブロックを6個置いて逆のコの字みたいにするぞ。ここに木の重量感知板を3個置こう。バケツで階段に水を流そう。階段の小さな隙間にも水がちゃんと流れるはずだよ。同じように3つの階段全部に水を入れよう。水は重量感知板でせき止められてこんな感じになるよ。この地面を4マス掘ろう。深さは1マスだ。次にネットストーンをこのように置く。地上部分は3マス伸ばすぞ。重量感知板の横にブロックを置こう。この時ブロックを置きすぎて回路を切断しないように気をつけてね。ここに吸着ピストンを2個重ねておく。その前に壁を2マス置こう。さらに1マス開けて高さ2マスの壁を3マス作ろう。ここにも壁を作ろう。さらにここにも壁を作る。その横には一マスだけ置いて階段状にしておくぞ。壁と吸着ピストンの間にレッドストーンを置こう。その上の壁にレッドストーンの松明を貼り付ける。正しく作れていると吸着ピストンが2個とも動くよ。その横からレッドストーンを伸ばしてさっき置いたレッドストーンにつなげよう。ここにはボタンをつけておく。使うボタンは何でも OK。 次は水の上にこのようにブロックを並べよう。ここにも置いてこの字のようにするんだ。最後にここにトリップワイヤーフックをつけて蛇口みたいにしたらこれで完成。装置の使い方。手洗い場の流れる水に何かアイテムを落とそう。アイテムが流れて重量感知板の上に乗ったら隠し扉が開くぞ。中に入ったら流れたアイテムを回収しておこう。外に出たいときはボタンを押すとドアが開くよ。見た目をもっと手洗い場っぽくしてみてもいいね。お風呂家具で紹介した鏡を貼り付ければもっと手洗い場っぽく見えるかも。手洗いうがい欠かさずに。みんなもぜひ作ってみてね。手洗いと隠し扉両方できてすごいぞ。僕の家にも作ろう。できた。アイテム渡して。すっげー。ん、そういえば僕なんか忘れてるような。